どうも。ごきげんよう。本日は、サリ生誕白猫座集会にお集まりいただき本当にありがとうございます。ですね、生誕祭というのはですね、自分の好きな出演者さんをリクエストすることができるんですけど、その中で今回大阪で生誕祭を決定できたということはですね、自分の挙げた出演者さんが出演者さんが圧倒的に西の方が多かったっていうことで、大阪で初めてネクロノマイドルで生誕祭をやらせていただけることになりました。本当にありがとうございます。はい、今回ですね、なんでしょう、なんか今まで生誕祭でソロコーナーというものでいろんなものを披露してきたんですけど、その時私がハマってるものみたいなものをちょっと披露させていただいてたんですけど、なんと私最近人の言葉の歌をあんまり聞いてなくてですね、機械ということでもなくて歌詞のある歌をあんまり聞いてなかったんですけど、ついこの間までアメリカ遠征に行ってたんですけどね、なんか十何時間も車で移動しなきゃいけないんですけど、でその時にたまたま聞いたピアノの音楽がすごい刺さってしまって、そこからちょっとピアノのクラシックミュージックみたいなのにちょっとハマってしまったんですね。なのですごい古典的ではあるんですけど、もともと好きだったエリック・サティのジュトゥブという曲を、フランス語で歌いたいなと思います。どうぞお聴きください。よろしくお願いします。Just a day to you, and I'm one.
ありがとうございました。ね、これから20歳頑張ってまいりますので、どうぞ応援よろしくお願いします。この後は大好きなストロベリーソングオーケストラさんです。どうぞこの後もお楽しみください。それではまた。